本日は第2期 JPML WRCR リーグベスト8 A 択3回戦の模様をお届けいたします。実況を務めます大月レミです。よろしくお願いします。そして解説は引き続き三浦智弘プロにお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局場の準備が整ったようです。第2期 JPML では3回戦を開始してください。ベスト8 A 択3回戦対局のスタートです。立会人友竹正春の合図で対局が開始されました。ちいちゃにおかぬか、なんちゃ角や、ちゃーちゃ西川、ペイちゃに大谷の並びでスタートいたしました。ドラは小さ。さあ2回終わってそこそこ差ができてしまいましたね。はい、特に現状トータルラスの魚谷さんは、はい、ちょっと条件戦見たくなってきますね、ここから。というのも、当然ね、2着まで勝ち上がりなので、はい、2着との点差を見なきゃいけないんですけど、大谷さんは近い方の西川さんまで84ポイント差ということはですよ、はい、この半チャンで上の2人、うん、西川さんと角谷さん2人に上に行かれてしまった場合は、はい、最終戦最低でも100ポイント以上の差を詰めなきゃいけないんですよね。はい、ということは100ポイントということは、トップラスを押し付けて、はい、でしかも4万点差をつけなきゃいけない、はい、ちょっと厳しいじゃないですか。聞こえますね。うん、ということは、はい、この半チャンでその上の2人最低どちらかの上にはいかないと最終戦厳しい戦いになってしまいます。はい、で、大鹿の香さんも近い状況にはありますね。はい、西川さんと60弱の差がある。うん、これでね、上2人に上行かれたら最低80ポイント、ね、うん、まあ80ならなくはないんですけど、ちょっと厳しい戦いになってしまうので、この半チャン の魚谷さんと大鹿の香さんの目標は上2人どっちかには最低沈んでもらわないと、自分の下にいてもらわないとっていう打ち方にはなりそうですね。はい、さあそして大鹿の香がチュンシャーチーピンをポンして転敗をしています。町は老朽層チュンドライチ、そして魚谷も仕掛け返していきました。岡野香さんが老朽層の1000点ですか、親番でチュンドライチなので2900ですね。2900で積もれば天パでの方ですね。はい、ローソーが出ました。チュンドライチ2900、まずはオカヌカの上がりからスタートしました。うん、こういうのも地味にね、魚谷さん痛いんですよ。さっき言ったそのライバルのオカヌカさんと、はい、西川さんの上行かなきゃいけないっていうところで、2900でもね直撃されてしまうと、なんか条件的には厳しくなっていきますね。はシャーです。オカヌカの連チャン、赤メンツ完成してドラが1枚見える。もう1枚欲しい。えいなし。ピンツの一気通貫も遠くに見える。シャーここにもう1枚、しかも9万眼光。おっ、大谷マンズが多い。打点はありそう。で逆に言うと上2人はね、はい、この半チャンで連帯2着以上取ってしまえば2人にかわされる可能性ちょっとね低くなってくるので、その最終戦を前に一つの勝負どころがこの半チャンにはありそうですね。はい、おー嬉しい、絶好の赤ウーアン。はい、まあ、もちろんメンタンドライチでも十分なんですけど、はい、しっかりマンズの鎮痛になったりも嬉しいけど、はい、これでもこれで、はい、もう目いっぱいですね。2面になりました。2面以上でリーチ打てれば十分です。はい、もうこれは一生泣かないですね。これはもうリーチして勝負手だ。うん、パワーもチーワンも1枚切れどっちもありますけど、めちゃくちゃ高くいくならローピンチーピン、いやさすがにチーワンパーワンどっちか選ぶと思うんですけど、さすがにどう、いやでも考えてるってことはローピンチーピンありますね。うん、いやあるな、鎮痛ありますもんね。あるあるある、そうですね。うん、確かにこうしておけばまた鎮痛にね、うん、はい、すぐいけるかもしれない。なんならローキューワンチーからもなくはないですね。9万眼光だ。うん、確かにこのままね、そのチーワンパーワン選んで切ったところで9万引いてしまったら26のリーチではちょっと物足りないですね。
親のカヌカも日頃の三色が見える。一旦キューピンか。もういらないか。うん。なんかその嘘残したところで、嘘引いた。カンロウソを引いてテンパイしても1枚切れずつの G1 パワーのシャンポンテンパイでは価値はないので、だったら安全度でキューピン残した方が手配の価値は高そうです。うわードラ重なった。ただ薬牌は持ってない。はい。さあこのローワンを注意する手はあるけど。なかなかった。ちょっと順目。うわあやばいこれ両面にも変化した。両面親のおかなか大丈夫ってさ9万噛んだ。じゃあローワンチーしたら9万引いてるよって思う。ああウーピン乗った。うーわやばい。ああでもあテンパイこれリーチかな。ロー9万がね薄くなっちゃったせいで、はい、その鎮痛の渡りが非常に薄くなったので、だったらこれを積もってしまって積もれば跳ね回りますからね、はい、その中3万個つきます。魚谷、先生リーチリーチタイヤを赤1チーマンチーソーなくなった。まあ、地層今ここに来た。ただ西川さんにローソーとか行くとほぼ補充ですね。地層は一応筋ですね。地ドイツもある。地ドイツエシャンテン。お？ん？急走現物、はい、C1 が1枚だけ積もったら跳ねまん。あーっと、ま、ここは大C1 だ。ドラのシャア浮いてるんでこれ降りそうですね。おお、うん、エイヤーしちゃいそうです私。G1 ダメですね。いやな、いや これだけ自分の手配の価値高かったら、はい、あるはあるんですけど、ここで大谷さんに補充するとね、はい、ちょっと面倒くさいことになっちゃうんで、トーナメント、うん、イーシャンテンからは降りた方がいいかもしれないですね。わかりました。はいテンパってたらね勝負全然有力だと思いますけど、しかもボタンにそっかローピンチーピンとか外してますもんね、めちゃくちゃ怖いリーチが見える。でボタンの上がり早は山にはなくなりました。おお、あんこになってしまった。いいか。でもあん、うん、そっか、ダメか。あとね、その岡田さん的にはね、大谷さんの上がりは別にいいんですよ。はい、大谷さんが何なら上に行ってもらって、その上で自分も加点すればね、はい、そのまくりたい大川ぬかさんと西川さんとの着順勝負すればね、そこがどんどん詰まっていく可能性もあるので。テンパイだ、はい、おう、回れ、うまく回りきりましたね、はい、これで終わりかな。はい、石川と大谷の二人で天敗で流局となりました。石川も最後うまく天敗返しました。いやいや本当大きいですよこういう、そのこの半ちゃんの着順以下によっては、はい、もう最終戦かなり楽になったので、この細かい1500点の加点、はい、というかその相手との点差を考えたら3000点差はめちゃくちゃ大きいですよ、はい。角屋の親番となります。ドラはパーワン。一メンツ完成。上の三色も見えるか。さあ西川チュンがあんこで金の本に詰まるか。ただまずで両面タツがある。チートいつか6、7、8になってきそう。石川さん本日までは無理しないかもしれないですね、なんならリーチ棒日本馬なので、はい、仕掛けて1000点で上がりに行くても十分有力に見えますね、何度も言いますけどこの半チャンで西川さん連帯してしまえば相当有利な最終戦を迎えられるので、はい、うわー嬉しい。3万。こうなってくるとさらに泣くか難しくなってきますね。さっきまではね、はい、その愚形から仕掛けて1000点で上がる手って有力だったんですけど、でも泣きましたね、はい、中ウピン引いたことによって、あおお行きましたね。なるほどね、はい、そっちかやっぱ打点は見るんですね、はい、ってことはさっきのね1000点で泣く気なかったかもしれないですね、
その僕みたいにちっちゃいこと考えずにその1000点が京高1本だとか考えずに、はい、そのシンプルにここで漫画上がったら普通に連帯率はね、はい、かなり高いですからね。狙える手は狙う作戦ですね、はい、さあ見るからに下茶にピンズの仕掛けが入りました、はい、ただ9ピンをぶつける。これチーピン泣けるかもしれないですね。あ、天杯、まあ、取りましたね。そうですね、これ一通がついてるので積もれば1326で、はい、打点数、あー、しかもチーピン出た。これしかも嬉しいところから出たかな。はい、純一気通貨赤3900は4500。4500天杯取るの正解でしたね。そうですね。いやでもやっぱり、うんうん、一通天杯したなら取った方が良さそうですけど、うんうん、その道中が面白かったですね、うんうんうん、選択が面白かった、うん、西川の親番ドラ2ピンです。さあこれで西川さん3万7000点まで来たので、はい、もう一上がりぐらいしてしまえば結構有利な、うん、そうですね。なんかもう西川さんは見ないでおこうかなとなってもおかしくないけど、まあでも始まった時が西川さんが下だったんでまだそうはならないか。まあ有利は有利ですね。はい、大谷博が統一ドラが1枚。こういう時ね、大谷さんとか門谷さんの立場は難しいんですよ。その西川さんに上がられちゃうと西川さん抜けちゃって嫌なんだけど、はい、うんね、打点が見える手は狙っていかないと結局追いつかないしってなるので、はい、うんうんうん、このね、ちょうど魚谷さんみたいな手ですね。この白を泣けばかなり上がれそうなんですけど、うん、ただドラも持っていて形もまず悪くないので面前で進めて漫画狙える、この辺のね、その白2枚目は、そうそうそう、2枚目は泣きましたね。さすがに上がり率違いすぎるということで、ドラを切っていっぱい、うん、この辺のバランスが非常に難しいですね、うん、トーナメントは。ここは一旦西川さんの親は終わらせておいて、はい、自分の親番で頑張ろうということです。実際形も非常にいいんで上がりは十分目指せますからね、はい、西川さんはうっすら789だけど形は悪い。あ、これ嬉しい。あ、でも2000点になっただけか。そうですね。これはパーピンかウーマン切って、1234トイズですが、これはメンズ手と。小谷さん一応ウーアンを切っておくと仕事の変化残ってたんですけど、これをパーピン打つことによって自分の捨て牌を強くしましたね、うん、そしてスーピンも泣いて天牌です。小谷白赤一、ただこれは高くはなさそうですね。少なくとも満貫あることは相当ないですね、うんうんうん、白1枚目スルーして2枚目ポンだったので、はい、おそらく面前で進めて満貫クラス狙うか内定2000点かの選択だったんだろうなっていうふうには見えそうです、うんうん、はい、スピード感は分かんないですね。打点的にはあまり怖くないので他の人たちも行きやすくはあります、はい、ただ押し返せそうな人がほとんどいないの で、ね、結構みんなもう受けているか、うん、西川さんもね1個愚形が入ってくれれば頑張れそうなんですけど、ちょっとリアンシャン点から、はい、あの大谷さんに当たる可能性のある牌は切りたくないぐらいの手合になってます。まあ、大谷さん的にはね全員受けてくれたら理想ですから ね、 そうですね、別に上がれなくても一人天牌の方がなんなら儲かるし、確かに現状2000点、うん、結構あからさまに全員受けてそうですから、はい、ただおちょっとまたリアンシャン、あ、イーシャン天か、酸素チーソーを切ればいい天杯、あのイーシャン天に抜けれるけど、さすがに大谷さんに当たる可能性がありすぎると。もうピンズが全部通ってしまってマンズかソーズですもんね。その無筋2枚切るほどの手ではないということですね。お、イーシャン天チャンタで復活しますね。これさっき言った理由でチャンタのイーシャン天になったらリアンワンぐらい行く手はありましたけどね、うん、その大体2000点までの可能性が高い、はい、高いというか、うん、ほぼ2000点に見えるので、おっと、さあ、イーペイコーができるならでもダメか、うん、いけない。結構もうしっかり受けてますね。そうですね、うん、でも西川さん行きましたね。やっぱりこれはさっき言った理由で、はい、打っても大体2000点までなので、うんうん、親番で連チャンで狙えるなら狙おうと、
どうせねここで脳天量魚谷さんに1人テンパイ払うぐらいだったら2000点補充してもね詰まる点差は。そうそうそう、いや嬉しい、ペンチマンいた、そっちそっち同じだ、そっちそう同じ4000点しか変わらないのでしっかり押していきましたね。やっぱりこの辺の読みはねめちゃくちゃ大事ですよね。しかもターツもピンフ3色ドラ、うん、4000オール、うわー決めてきた。いやちゃんとしっかり魚谷さんの手で読み切って、はい、切りづらいところを押してしっかり上がりきりましたね。いやこれはほぼ一枠決まりましたが、ギリギリ、うん、かなり、あ、まあ、かなり有利です。かなり有利、はい、うん、いや天地番から有利、嬉しすぎる。川のレンちゃんです。親番で決めてきますね、はい、いやでもやっぱりしっかり押したのが素晴らしいと思います、うん、はい、意外と押せないですよねあれ本当に。そうですね、うん、自分が今リードしてて、うん、2000点とはいえ補充嫌なんでその無筋、まあ、想像とまずめちゃくちゃ危なかったんで何も切らないっていう選択も十分、まあ、そういう選択する人もいる中でしっかり押したがってきました、うん、はい。本3曲1本場ドラは数万です。さあだんだんとターゲットが大金香さんに絞られてきましたね。角谷ですかね。いや角谷さんと大谷さんのターゲットが大金香さん、はい、んあそうかごめんなさい、そうですね、角谷さんに絞られてきたんですね、はい、失礼しました。さあ大谷が何を仕掛けていきました。なんちゃです。大谷さんはもう西川さんまくるのがちょっと親番の大連ちゃんがなきゃしょうがなくなったんで、はい、まあ、2000点の加点でも角谷さんには近づくということで、うん、最低でもね角谷さんはなかなか、うん、まくらなきゃもう最終戦の条件なくなっちゃうんで、はい、まあ、まくったところでまだまだ条件あるんですけどそれでもね上がるに越したことはないです、はい、積極的に仕掛けていきました。で反対に角谷さんはねこの並びで終わるのであれば並びじゃなんかそうか大金岡さんの上にさえ行ってしまえばめちゃくちゃ有利、はい、うん、いやこれやっぱり上2人が有利になりつつありますね。ロタでテンパイ取りませんでしたね。パーソーが3枚切れだったんですね、うん、さすがに取るかちょっとそうですね、はい、さあこれでテンパイ待ちは関数ピン何を仕掛けています。さあ両面両面にテンパイイシャンテに取らなかったですね、はい、お打点アップこれで3900だ、うん、これ嬉しいですね、はい、町を変えました。ウーピンとチーマン2000点が3900点は嬉しいですね、はい嬉しい。これで積もってしまえば一旦門谷さんと並びになります。もう一旦選択ですがシャンポン続行、あウーピンだ、大金かからの上がりとなりました。なんドラ赤3900の1本場4200、うん、嬉しいですねあの仕掛けから。嬉しいですけど、はい、欲を言うのであればスモカ直撃にしたかったですね。大金かからだけはちょっとまあただ、うん、初戦3900なんで、はい、岡中さん一回上がって門谷さんの上行ってくれるよねと、うんうん、そういう期待を込めて、はいはい、まあ、まずはね自分が2着以上にならなきゃ、ね、話にならないですからね。さあ大谷の親番です。ドラは白どうだ、まずまず、うん、ドラ、おおドラドラだ、ほかぬか西川3メンツ完成、メンツぐらい完成したな、3メンツぐらいありましたね、はい、だいたいだいたい3メンツありました形もいい、はいすぐテンパりそう。もうね西川さんはうわーあんこー自力であんこインシャンテン、めちゃくちゃ手は入るんですけど、なんか上がりまであと一杯って感じですもん ね、 そうですね。おさらにいい形、リアンソーかリアンピンか、リアンピン切っていくのが広いですね。さあめんちゃんもできた。確かに大金かさっきから勝負手が全部かわされてるっていうか、うん、他の方に上がられちゃうんですね。なんかインシャンテンから引けなかったり、うん、これはリアンソーですね、はい、チーテンもあるぐらい辛いな注意されたら。
サブローソー、これはリーチ打ちましょう。これはリーチといきました、うん、ペンチーピンから埋めました。リーチ吐く、ドラさん、マチュアウッパーマン、大川のか天敗だけど取りたくない。ウッパーマン危ないねこれ、はい、これ西川さんが飛び込んじゃうと西川さんもちょっと嫌ですね、うん、ただ早すぎて、早すぎてね。あ、でも安牌続くうちはそっち切れるかも、はい、あ、嬉しい、ペンチーマン入れた。いやでも西川さん天敗したら相当危ないですよ。サブローそうだった。これでこれでも危ない、これでも危ない。現物がねないんで、現物ないんですよ。数ワン先切りの3ワン切ってるんで、これ現物増えないと次パワーワンめちゃくちゃ危ないです。はい、から出るかもしれない。ウーマンコ2枚来た。これはまだ今んだ。現物がなかなか増えない。パーマン0枚か、山に。ウーマン1、2、3、ウーマン、赤ウーマンしか残ってないんだ。なるほど、はい。ただ西川まだ危ないか。西川さん危ないし、大谷さんは強くいくし、まだ現物は増えてない。ただ中筋のウーピンだったり3ピンだったりも筋になってますね。テンパイしない牌、危険牌引いてきたら、こういうの引いてきたら、あ、でもリャンワンぐらいはまだいった。まだ行きやすいか。じゃあまだ危ないな。はい、あー、あ、詰まったラス牌8枚目です。赤いリーチツも吐く、ドラドラドラ、ウラ3,000-6,000、あ、裏じゃない、赤力強く積もりました。まさか8枚目だとは思ってないでしょう、うん、これで十分現実的な条件見えてきましたね、はい、強い、嬉しすぎる。さあ、難波に入ります。大金ぬかの親番、ドラはいいピンです。おお、なんかまた赤がいっぱい、赤いドラもある。お、初統一は打つ、すごく嬉しい。確かに、はい。さあ、魚谷さんが追い込まれましたね、うん、まだ親番あるとはいえ、はい、このままの着順で終わったら相当無理な最終戦迎えます。ね、最はい、最低でも大川ぬかさんか西川さん、どっちか枕内で話ならないと、ごめんなさい、あの角谷さん、ごめんなさい、角谷さんか西川さん枕内で話にならないので。で、ただ角谷さんをまくったとしても、もともとの点差が100近くあるので、ちょっとまくるだけでは最終戦80ポイント差となると結構きついで、きついはきついですね。そうですね。親のおかぬかがいい。初は山にまだ2枚、魚谷、あ、ドラは言いそうか、あれ違うよね、どこ、あ、ドラ一品ですよね。今ドラ切りましたね。はい、と表示が間違ってますね。はい、もうドラ切っても十分打点はありますからね。そう、中ピン引いた、イシャンテン、うわー、はい、パーソー切ってリャンカンに受けるか、イーソー切って、カンスーソとシャンポンに受けるかという形でしたね。初のポンテンの方を重視しました。はい、さあ、テンパイが入りました。ウオタニリーチピンフ、マチはマチはリャンウマン、さあ親の大金ぬかさんどうするか。酸素が通った、これでポンテンを取りやすい。初はまだ山に2枚、魚谷の上がりの方が早いか、それともテンパイできるか。数万は無筋、一旦現物の酸素になりそうですね、はい、今回魚谷さん、まあ、自分が先じゃないか、魚谷さんが先にドラの位置に来たんですね。さあ、これを泣いて、まあ、勝負して天敗、親の大川ぬかに初赤赤の天敗が入ります。まあ、じゃあ数値ピン
岡野香さんもね理想は西川さんまくってしまいたいぐらいなんで、はい、まだまだ稼ぎたいのでここは押したいところですね、うん、一旦上がりたい、うん、ただちょっと大谷さんの捨て牌怖いは怖いので押さない人もいそうですけど、はい、その打点が必要な大谷さんがドラの一品先に切ってきてますからね、そのある程度形か打点かは、うんうん、どっちかはありそう、はい、これは買えない天杯お、リーチと行きました。角谷が追いついた、うん、ピンフドラ1ですから十分勝負手ですね、はい、リーチピンフドラ1じゃあローキューマン誰が勝つんだ早いちょっともうウーマンが薄くなっていく。一応数えます、数えますか、はい積もりました、大丈夫です、はい初赤赤2000オール王冠の可能がれとなりました。さあ、これでトップまで見えてきましたね、はい、連チャンとなります。ドラは3万さあこのまま行くと、はい、大岡ぬかさんと角谷さんの最終戦勝負になってきそうなところなんですけど、はい、そこに大谷さんが着順アップで食い込めるか、はい、このルールはトップを取ると30ポイント入る、はい、2着でプラス10ポイント入りますね。大谷さんはね、うん、絶対に1人はかわさなきゃいけないので、はい、ちょっとね2人かわすは難しくなってきたので、うん、2人が4万点超えてますもんね、うん、まあ、ただ親番、はい、親番がある、まあ、もちろん親番ある限り可能性はあるんですけど、うん、現実的なところいくと最低3着、はい、ただ3着でも最終戦ちょっと厳しい、うん、まあでもね3着取れなかったらほぼ条件なしになっちゃうんで、はい、そこは絶対クリアしなきゃいけないんですけど、3色のイーシャンテン伸びてくるここも来たドラ、大谷はチートいつか、これは急走切るとめっちゃ高くなるけど広さはパワー1、うん、スピードにしましたね、まあ、この後は想像の変化すればね、はい、ピンフ赤がほぼ確定された広いイーシャンテンになったりするので、お、これでカンパー層付けができて自然に広くなってますね、はい、おー、これでイペコも完成した、どうし、なるほど、ペンチーピンがちょっと良さそうですねピンの上がバニやすくて、うん、そこは外したくない、はい、かつイーペーコーは確定させたい、ドラの3ワンもまだ残したいということでウーピン切りになりましたね。チートイツイシャンテンにもなりました、うん、ドラもあるのでチートイツよりか、ちなみに3万はどうだ、3万2山2山ある引ける、石川さんはチュンポンすればそこそこの形だったんですけど、もう順目が進んできてしまったのでちょっと無理はしたくない。さあ、そして大岡ぬか先制リーチといきました。リーチ赤いち、狙ってたチーピン、うん、スッチワン、スッチマン待ちです。これは噛んだ、この数層は噛ん、何がいるか、まずはシンドラ、シンドラは初、違う、山読んでチーマンが1枚ですね、はい、山に4枚、チーマン、うん、こうなるとちょっと角谷も向かうのは厳しいか、角谷さんはね、ここで無理してその1万2000とか補充して、はい、ラスに押しちゃうと結構きついんですよ。で逆に、お、いやでもそっか、いける手なら押したいな、うん、結局
自分が1着順下がるだけならいいんだけど、その時はね岡中さんが1着順上がっちゃうので、まあ押しづらいか。うん、新ドラの初ボタニに乗りましたね。いやでもそんなことないな、押せる手は押したいな。現状自分はターン積みました、強いリーチツも赤い地裏乗った4000オール、4100オールです、うん、上がってくる。これで大金塚さんがトップ、まあまあトップになりましたね、はい、ただ西川さんはまだまだ余裕があるので、うん、全然焦ってはいないです、はい、でね、片谷さんもね別にこれ別に焦るようなことじゃなくて、はい、今その大金塚さんが1着順上がったことで20ポイント差がついちゃったんですけど、もともと20ポイント自分が上にいたので、うんうん、自分が20ポイント上だったら相手が20ポイント上になるまでは別に関係ないんですよね。お、わかります？わかりません、はい、最終戦って絶対どっちかが着順上になるじゃないですか、はい、その時絶対20ポイント差がつくんですよね、うんうんうん、ってことは最終戦着順勝負になるんですよ、はい、プラス20からマイナス20までは必ず着順勝負になるんですよね、はいはい、絶対相手の上に行かなきゃ負けるし相手の下だったら負けるんで、はい、だからプラス相手との差がプラス20からマイナス20になるのは関係ないんですよ。もう4回戦の着順で、そう3回戦だと、うんうんうん、4回戦で決まっちゃうから、はい、うん、だからそんなに焦る必要はないんですね。そう全然、むしろさっきプラス20浮いてた、勝ってたんですよね、はい、門谷さんは大金塚さんに。それが今、プラス8負けてるんで、はい、これどうせ最終戦上に行かなきゃ負けるじゃないですか。さっきも一緒なんですよね。そっか、そうだから別に状況は全く悪化してない。ただこの後さらに魚谷さんにまくられるとかすると条件ができてきちゃうって感じですね、うんうんうん、さあ天敗だ、宙を泣いている。なかなか町は閑散ぞ。なのでまだ全然焦る必要なくて、ドラの発は切れてるのか、ん、ションパイですよね、うん、あれなんかすごい普通に切りましたね。シンプルに自分が上がりに行ったってことですね、うん、親の仕掛けに屈しない。勝負してますね、うん、加点していかないと大谷さんにまくられちゃいますからね、うん、来た、そう、来た来た。さあ角谷先制リーチといきました。リーチピンフ、あ、赤いち待ちはウーパーピン。これは選択だ、中筋の方、はい、そしてシャンポンに待ち、お、一発つもだ、リーチ一発もピンフ赤、2200、4200、うん、角谷一発つも多いですね。そうですね、なんかとにかくつも上がりが多いですね、うん、このハンちゃんは。なんか我慢するところは我慢して、うん、上がるときはしっかり上がってきますね。角谷の親番となります。これ門谷さんが大きいのは大谷さんとの点差がつけられたっていうのが非常に大きいです。あろうそう、手配良さそうだ。二メンツ完成。しかも赤赤。お、嬉しい、ローソー。いい、ゴロチもある。初あんこ。仕掛けも効く。いや、全員。いい、全員勝負って、全員勝負早い、うん、でさっき言ったように、はい、今角谷さんがやっちゃう、すごいね、4ポイント上に行ったんですけど、はい、でこれはまあ最終戦の勝負になるので、はい、条件は変わらず、ただ大谷さんとの点差がつけられたことによってやれることが増えたって感じはしますね。これ外すもありますね。あ、うん、空切りしてリーチといきました、うん、一巡だけ見たって感じですか、はい、なので積極的にリースといきました。これね、大谷さんはもうめちゃくちゃ押しますよ。手配もそうですし、はい、状況的にも
ね、何度も言いますけどここでラス引いてしまったらもう最終戦やることなくなるぐらいになっちゃうので、はい、めちゃくちゃ強くいきます。ずえー積もったよ積もりました。強いリーシスもドラ1リセホール、こんだけ積もられちゃうとね大谷さんもきっついっすよね。ミヤマをすぐ積もりましたね、うん、さあリーチハンダーハマったな。片谷さんの着順アップ見えてきましたね。はい、いや上がってくるすごい。これは逆に大川塚さんの勝負どころになってきましたよ。これ以上片谷さんに上がらせて着順アップされちゃうと、はい、最終戦さっき言ったように条件が出てきます、うんうんうん、あのレンチャンドラ急走です。メンツ完成ドラもある。西川ピンズが多い。魚谷はマンズだ、うん、大金岡さんは例えば面前でマンガンクラス狙える手でも1000点2000点で仕掛けて上がりに行かなきゃいけないぐらい大事な曲です。ただちょっとまだ仕掛ける手でもない、仕掛ける場所がない、うん、さあ嬉しい絶好。ロウソクから切ってうっかり本一を目指すかそれともしごろを目指すかどっちかでしたね。どう手を作っていいかを考えるか。親もいい。これでまだいかない。さすがにね、さすがのね西川さんも。そうですね。とにかく トップ目なんですよね西川トータルが。トータルトップ目で、うん、このまま終われば。そんなに無理する。あ、ごめんなさい。ちょっと僕勘違いしてましたけど。はい、西川さんその。岡野川さんがトップになったことによってその西川さん安泰ではなくなってきてるんですね。失礼しました。そうですね、ちょっと、うん、魚谷さんがきつくなってきてるだけで、はい、三つの防衛になりつつありますね、はい、失礼しました。そういやそうですよね、はい、そりゃそうですよね。その下の岡野川さんがトップいっちゃったんで。でもこれは闇点にしてますね。はい、ピーフイーペーコ赤こっちはサブローマン。おお、サブローマン。はい、上がりました。VP コアカ3900。やっぱ順位点大きいと怖いですね。西川さんまあまあ直撃安全かと思ったら、まあでもやっぱり西川さん相変わらずこの半チャンでトップ取れば、うん、大金岡さんの上に行ってしまえば有利は有利ですね。ということでさっきのリーチ打つ人多そうなんですけど、はい、ここは慎重に。そしてこのハイパイ、はい、西川の山ドラシャーです。赤赤大谷初が統一とも統一色統一、まあでもかなり本一になるでしょうね、はい、初はもう1枚切られてる。ドラドラだけどペイちゃん、ここでハイピンズの本質にしていきます。9番の統一落とし、一旦まっすぐ、これでピンズと地配だけになりました。あー、こっちも重ねた。ただもちもちなのでもちもちシャーチャーでしたがこっちもちだ。地味に大谷さんが一番上がりやすそう。ここはしゃあなかったら厳しいし、はい、門谷さんもちょっとゴツゴツしてて、西川はちょっと時間かかりそう。お、大谷さんが泣けばかなり上がれそうなんですけど、これ泣くかは微妙なんですよね。そうです ね、 ね、3着目の門谷さんとも2万3000点差なので、親番あるとはいえ加点できるときはできるだけ加点しておきたいと思うので、さすがに2枚目の初はポンするとして他をどうするか、はい、1枚目はスルーして次縦に来て面本チートイのイーシャンテになったらチートイメインにみたいな感じになりそうですね。なんなら初の2枚目スルーする可能性すらありそうです、うんうん、打点が欲しい大谷、うん、3900じゃちょっと物足りない。物足りないですね。西川がちょっとこれはキューピン切っとくか、
石川さん伸びてきました？いや、やめてますもん。なんかちょっと、はい、ぐる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 してません？まあでも、リスクを犯さずに出入り組んでいこうと、はい、うんうん、まあ、少なくともね、現状トータルトップ目で有利は有利でなので、はい、赤ウピンとかは使うっていう方法ですね、うん、そうですね、上がるなら 5% 以上みたいなイメージじゃないですか。トーンから仕掛けていきました。やっぱ1枚目はスルーして2枚目ポンのバランスでしたね、はい、で本日のイシャンテン渡に換算も入ったペイも仕掛けて、これでテンパイ渡に本日のテンパイが入ります。間違いにアウピン、これもさっきあったようにそのトンが2泣きなのであまり高い手が出てくるようには見えないですね、うん、2000点本一2000点長いとなります。最後谷親番です。上がりましょう、たくさんたくさん上がりたいですね。ここはですドラは何、四冠目指して第一枚一目つ完成、二目つ完成してるか。さあ他の人の条件なんですけど、はい、門谷さんと西川さんが着順アップの可能性が現実的にあるかなというぐらいで、しかも上がると最終戦有利になりますね。ということでどうしようかな。大谷さんがある程度上に来るまでは頑張ってトップ目指すとか2着目指すとかしてもおかしくない状況ですね、うんうん、はい、うん、シャーチャーでシャーが重なりました。いやもちろんその門谷さんに至ってはね羽根つもとか必要なので、はい、1000点上がって最終戦勝負でも全然おかしくはないんですけど、うん、手配によっては狙う手もありそう、うんうん、西川さんの方が上がる価値高そうですね。トップになっておけば、トップになると自動的にね、はい、岡野香さんが2着になるので、うん、3着以下になる可能性がめちゃくちゃ下がるのでここ1回勝負する手はあるんですけど、ただ間違ってね親の大谷さんのリーチに包丁とかなってしまうとちょっと嫌なんでそれは避けたいですね。さあ門谷さんイーシャンテンですけど着順アップの条件は現状満たせなさそう、はい、うまくピンクイーペイコーとかになって、はい、泣いていきました、うん、シャーシャーをポンして転敗シャー赤一サブローソー待ち、まあ、これでもね、はい、トータル2着で最終戦を迎えて、ね、最終戦勝負と、で現状いいのが西川さんと大川ぬかさん2人の下にならなきゃ大丈夫っていう感じなので、はい、うん、どっちかの上にさえいれば必ず自分が2着上になるっていうのは大きいですね、うんうんうん、苦しいのは大谷でんちゃん主体がもう天敗が入ってしまっている。待ちはサブロッソです。 1,2,3,4,4 山どうたにもリーチと言いたい。そうですね、リーチといえば止まってくれるかもしれない。3山になった、はい、1枚減ったリーチだ、えいリーチだ関数層。さあ門谷さん押し切れるか。ただ現物が9-1が筋でションパイぐらいかある程度押しますかね。うん、自分着順ダウンがね相当、あでもそうか大谷さんに親満足ったらダメなんだね。そうですね、うん、それだけは避けたい大谷リーチと言えたことが、まあでも打点が分かんないんで一旦これ両面テンパイで勝負しちゃうっていうのが有力には見えますね、はい、大谷さんドラギでリーチなのでこのリーチが高いか安いか全く分かりませんということで、自分が両面テンパイしている以上一回勝負して、まあ12,000打ってもね時局まくる条件とかも残りますので、はい、ここはなんか雰囲気見てると押し切っちゃいそうですね。そうですね、数万もバシッと行きましたからね、うん、切り方が押しますよって、はい、ノータイムでもう行きますっていう私行きますはい。どこまで押せるか。数素は一山ですね。うん、サブロスは減ってないかな。あ、ここただ小そうでやめた、はい、うん、一旦迂回しましたか。9万でどこまでも行くわけじゃないよと、まあ、現に数層の方だったなって言ってますもんね、うん、
すごいなんか音符がすごいですね、はい、切り替えがあんなに行きそうな雰囲気だったのに、大谷これはラッキーだ。いやいやいや、でもしっかりね、はい、あのドラキってリーチしてますからね。もちろんこれが一番の狙いですからね、はい、これで上がりまで行けたらさらに最高。まあまあ最悪一人テンパイでもそんな差はないんで、うん、吸収してテンパイ返し、テンパイ返しで数層が0枚数層で山に0です。老層がまだ1枚ある。小谷さんピンチピンチ。でもこのスッチーさでしっかりやめたのを見ると、あーうわーすごい素晴らしい。いやこれ神がかってました、ね、神がかってるじゃあ赤い1500銭、うー素晴らしい。いやだって他のは押したのにね、はい、そうですね、スッチーソでやめてしっかり、はい、上がりまで行きました。さあトップから大金か、2着に西川、3着角谷、4着大谷の並びで3回戦が終了いたしました。さあ続いて4回戦です。